イギリス領インド洋地域は、チャゴス諸島を中心とした、インド洋の約2300の島を含む地域であり、イギリスの海外領土、ディエゴガルシア島は、南端にある最大の島で、アメリカ軍の基地がある。なお、同地域の行政中心地は、現在も、セーシェルの首都ビクトリアに置かれている。イギリス領インド洋地域は1965年11月8日に、チャゴス諸島、 アルダブラ諸島、ファーカー諸島、デロッシュ諸島を含むイギリス領として成立した。1976年6月23日、アルダブラ諸島、ファーカー諸島、デ、ロッシュ諸島は、聖シェルとして独立し、チャゴス諸島のみとなった。チャゴス諸島は、現在無人島で、モーリシャスから移り住んできた島民は、1967年から1973年の間にモーリシャスか、 セイシェルに移住させられた。ディエゴ・ガルシア島、統計71度から73度、南位5度から8度の広範囲に広がっている、諸島群を領域としている。すべて小島所であり、最高所でも標高2メートルほどしかない産後礁の島となっている。気候面では全域が熱帯に位置している。行政府所在地のセイシェルまでは西へ約2000キロメートル離れている。 行政本部は、セーシェル共和国のビクトリアにあり、インド予総督府として、行政を執行する。政治体制は、イギリスの海外領土としており、弁務官が統治し、議会はない。軍事基地となっているディエゴ・ガルシアを除き、経済活動は、ほとんどない。農業や工業は行われておらず、わずかに、遠洋漁業が行われているのみである。ありがとうございます。